はいどうも、サンドの飯より前浜大好き KD チャンネル受けです。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日は東京ディズニーシーに来ています。イエーイ、ベネチアンゴンドラの近く。先日東京ディズニーランドで40周年で食べられるスペシャルメニューをピックアップして紹介したんですけど、今回は東京ディズニーシーでしか食べられない40周年のスペシャルメニューや、東京ディズニーランドでご紹介できなかったスペシャルメニューを東京ディズニーシーでも紹介していくので、よかったら全部まとめた動画ではないんですけどピックアップして紹介していくので最後までご視聴ください。それでは最初に東京ディズニーシーの20周年食べるレストランはカフェポルトフィーノ。カフェポルトフィーノではこちら40周年を記念したスペシャルケーキや、そしてもう一つリトルパティシエミッキーマウスデザートも新発売になりました。でこのリトルパティシエミッキーマウスデザートは11歳までのお子様のためのメニューなんですけど、キャストさんに確認したら11歳じゃなくても頼んでいいということだったので注文しました。そしてこのリトルパティシエミッキーマウスデザートを頼んだらリトルパティシエシールももらえました。おそらくこのメニューを頼んでこのシールを T シャツに貼るって感じだね。それではスペシャルケーキいただきます。今回のスペシャルケーキはティンカーベルが魔法の粉をかけているスペシャルケーキになっています。それではいただきます。いちごのショートケーキだけど、なんか思ったより甘くない。ベリーだけど甘さ控えめのスペシャルケーキって感じ。てかティンカーベルのチョコレート可愛すぎん。あとは周りのストロベリークリームとかストロベリーベリーで味を変えながら楽しめるって感じか。はい、というわけで食べ終わりました。おすすめ度星3点満点中星 2.5。 思ったよりショートケーキが甘さ控えめだったところ、甘いのが苦手な方でも結構食べやすい味付けに感じたな自分は。あとはやっぱりベリーソースといちごの生クリームでちょっと味付けを変えられたりするところもすっごく良かったし、ショートケーキも大きすぎず小さすぎずちょうどいい量でした。あとはこのスペシャルケーキに関しては東京ディズニーランドでも販売中なのと、このスペシャルケーキがワンホールになったものも東京ディズニーランドディズニーシー対象のレストランに置いてあるので、少し食べたい方はワンカット、みんなでワイワイ食べたい方はホールケーキがおすすめです。それでは次はリトルパティシエミッキーマウスデザートいただきます。これはミッキーのお顔とかがねこんな感じで載っていて、40周年のクッキーとか耳を作るクッキーとかがあったりします。このモンブランにマジパンをこうやって乗っけて、すごい可愛いで、お耳つけて、あ、ちょっと左右非対称かな。ちょっと調べたんだけどこのチョコペンの使い方がよく分かんなかった。一旦チョコペン使わないで自分はこんな感じで完成させてみました。こういう感じでね、あとはチョコペンでこう書いて楽しめるリトルパティシエミッキーマウスデザートになっています。それでは実際に食べていきます。どんな味がするんだろう。外側チョコモンブランだ、中はクリームだ、そこがチョコレートのスポンジ。まずはクッキー食べたりって感じか。はい、というわけで食べ終わりました。おすすめ度星3点満点中星2かな。小さい子がこうやってミッキーのお顔を作って料理を食べる前に作る楽しさを知る意味では確かにリトルパティシエですごくいいって思ったけど、だけどもともとこのミッキーのお顔がマジパンで出来上がってたりしてるから、このチョコペンをどううまく使えばいいのかがよくわからなかった、まあ、あとは全体的に味がチョコレート寄りで、チョコレートの甘い味がずっと続いていて、かなり甘いもの寄りって感じでした。人によって味の好みが分かれる味のように感じました。こう作る楽しさを知る意味ではリトルパティシエミッキーマウスデザートはいいんじゃないのかなって感じます。それでは次はトロピックアールズのティポトルタいただきます。40周年が始まってからティポトルタもオレンジチョコレートに味が変わりました。それではいただきます。すごいね、これちょっと挑戦してるね。食べたらオレンジの味と香りが口の中に広がるんだけど、チョコレートの味も一緒に来る感じ。でもね、中に入っているベースを見た感じだと黄色じゃなくてチョコレートなんだよね。中はオレンジチョコレートとかが結構好きな人だったら好きな味だと思う。個人的には好きな味です。あとやっぱりティポトルタのいいところの熱々で外側がクッキーみたいにサクサクになっているところ、長さが今回あるように感じる。普段と変わんないのかな、すっごい割と長め、ティポトルタ。はい、というわけで評価星3点満点中おすすめ度星 2.5。
オレンジの酸味とチョコレートがうまい具合にマッチしていて熱々で、このキポトルタもありだなって思った。まあ、ただ人によっては結構やっぱり食べ進めるとオレンジの酸味がちょっと苦味に感じる部分とかもあったりとか、好き嫌いが結構分かれる味かなって感じ。オレンジの酸味とチョコレートの甘みがうまくマッチしていて、個人的には好みの味でした。このキポトルタに関しては東京ディズニーランドのスモールワールドの前でもお取り扱いしているので、東京ディズニーランドでも食べることできるので、2パーク行く方よかったらチェックしてみてください。はい、というわけで次に頼んだのはハドソンリバーハーベストで買えるハーモニーフロスティー。こちらは冷たいシャーベットみたいなラムネになっていて、40周年の期間限定のメニューですね。最初ね、凍った状態なのでちょっと氷が溶けてきてからストローさせてくださいとのことでした。ただやっぱり40周年のデザインが素敵です。今購入して5分くらいなんだけど全然氷が溶けない。ストローで刺して飲もうとしてるけど途中でね、なんか詰まるんだよね。なのでこのメニューは時間がかかるメニューだね。まあでもアメリカンウォーターフロントだったらタワーオブテラーとかトイストーリーマニア、待ち時間が長いし、今ねアトラクションは並びながら食べ物飲み物飲むことできるので、アトラクション並びながら解凍していくのもいいんじゃないのかなって思う。全然溶けないでござる。揉むしかない。うわー、やっと飲めた。だいたいね15分くらい手で揉んでやっと飲むことができた。下がラムネで上がアイスクリーム、夏の時期らしいフローズンシャーベットって感じ。ラムネの味が爽快感っていいですね。ただね、ちょっとこのストローで出すよりもスプーンストローの方が、まあ、氷溶かしだからも食べることできるし、溶けてきたらねストローで飲むことできるし、ストロー変えるだけで結構飲みやすさ変わりそうな気がする。今もね気温高いんだけど、この高気温の中でちょうどいいフローズン、めっちゃ夏の時期におすすめの40周年のメニューのように感じます。はい、ということで評価星3点満点中星 2.5。 味はねめちゃくちゃ美味しいし、これからの時期らしいラムネの味で、日中の暖かい日にすごくいいメニューなんだけど、やっぱり何より食べたり飲んだりするのに時間がかかる点。あとはストローを変えるだけでも氷溶かしながら食べることできるから、ストローを変えさえすればすぐ食べれてよかったなって感じた。ただ味は本当にラムネの味とアイスクリームの味で、夏の時期らしいラムネシャーベットを食べてるような感じでした。このメニューはまた暑くなってきたらリピートしたいメニューです。はい、それでは次はまんまとスポッティーズで食べられるティラミスドーナツいただきます。こちらは東京ディズニーランドでは販売してなくて、ディズニーシー限定のメニューになっています。それではいただきます。ティラミスってさ、甘さとかがあると思うけど、あんまり甘くない。あとは思ったより中の具材が少なくて、ティラミスもうちょっと入れてよくないって感じ。中がねこんな感じになってて、もうちょっとなんかティラミス入れてくれてもいいんじゃないのかなって感じ。なんか思ったよりずっと同じ味でちょっと飽きもありますね。はい、というわけで食べた感想なんですけど、おすすめ度星3点満点中星2点。ティラミスの味とかは全然良かったんだけど、ドーナツのミッキーシェイプの大きさの割にはやっぱティラミスの具材がちょっと少なく感じたのと、大きいドーナツでボリュームがあるところはいいんだけど、ずっとこの同じティラミスの味が続くのはちょっとね飽きが来るかなって思った。まあでもティラミス自体は甘さもちょうど良くて美味しかったです。それではニューヨークデリーのパストラミビーフサンド、40周年期間限定のサンドいただきます。いやね、このサンド袋から開けたらすっごいトリュフのいい香りして、公式サイト見たらパストラミビーフサンドカッコチーズトリュフ風味のマヨネーズソースナッツが入ってるみたいです。でトリュフ風味のマヨネーズソースなので、おそらくこのマヨネーズソースがトリュフの香りを引き立ててるんだろうなって思います。香りがすごいトリュフだからめっちゃ食欲が上がる。いただきます。これ美味しい。パストラミビーフの上にトマトが入ってた。爽やかな後味になってる。マヨネーズソースが手前だけだね。だから奥の方は多分トリュフの味しないんじゃないのかな。奥側食べます。でも奥の方でもトリュフの味ちゃんと口の中にする。
一番下のパンにトリュフがね敷いてある感じだから、まあ具材の上から順でいくんだったらナッツ、トリュフ入りのマヨネーズ、トマト、パストラミビーフ、チーズ、レタス、トリュフのマヨネーズソースって感じだと思います。すごい全体的にトリュフの味が口の中広がるし、なんか豪華だね、デリのスペシャルサンド。でもねちょっとね味付けが濃かったりするから、あとはビーフもねちょっと量があって、どちらかっていうと朝食でもいいけど朝食にしてはちょっとこってりしてる感じがする。トリュフのマヨネーズソースがちょっとこってり感を出してるんじゃないのかなって思います。なんかランチとかディナーでも全然いいと思う。今半分ぐらい食べたんだけど、まだまだ具材がたくさん入ってるんだよね、パストラミもだけど。いやこれうまい。はい、ということで評価星3点満点中、おすすめ度星3点満点。多分ね実際に食べた方ならわかると思うんだけど、本当に袋開けたらトリュフの香りが一気に食欲上がって、あとは具材が何より多かった。朝食でもいいけどちょっとでも重く感じるかな。使ってる食材も結構豪華な感じがしていて、味はちょっと濃いめだったけどすごくボリュームがあって美味しかったです。トリュフが好きな方とかぜひ食べに来てほしいです。これはちょっとまた美味しかったのでリピートしたい商品でした。はい、ということで東京ディズニーシーの40周年のスペシャルメニューピックアップして食レポしてきました。今回食べた中だとダントツで美味しかったのは、いややっぱり最後の黒トリュフのマヨネーズソースを使ったパストラミサンドがめっちゃ美味しかった。もう一番多分あれがインパクトあったかな。あとはやっぱり東京ディズニーランドで食べれなかったティポトルタを今回食べてみたんだけど、ティポトルタもオレンジとチョコレートがうまくマッチしていて好みの味ですごく美味しかったです。あとはオープニングでも言っている通り、今回東京ディズニーシーでも販売しているチュロスだったり、東京ディズニーランドの40周年グルメでも紹介したメニューは東京ディズニーシーでも食べることができるので、東京ディズニーランドの40周年スペシャルメニュー、東京ディズニーシーの40周年スペシャルメニュー一緒に合わせてみて、よかったらパークに来る前の参考にしてみてください。それではまだまだ40周年の情報、グッズもだしフードもだしどんどん更新していくので、引き続き動画を楽しみにしてもらえたら嬉しいです。それではまた動画更新します。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるのでフォローお待ちしております。それではバイバイ。